ザ・タッチは双子の兄弟によるお笑いコンビ。所属事務所はホリプロコム。栃木県下津河郡石橋町出身。血液型はいずれも A 型。星座はいずれもサソリ座で一卵性ソーセージである。生まれた時間は拓也の方が5時間ほど早い。母親が漫画タッチが好きで二人が生まれた時、この漫画に登場する双子の兄弟上杉達也と 上杉和也から名前を取りたいと思っていた。しかし、二人に名前を付けようとしていた当時、達也はダメキャラで、和也は野球部のエースだった。兄は達也のようになっては困るということで、達也ではなく、拓也と名付け、弟には、和也と漫画通りの名前を付けた。その後、タッチ作中で、和也が事故により創生し、代わりに、 達也が野球部のエースになっていく展開となったため、二人の命名に母親は後悔しているとのこと。三倉真奈、かな後悔、深海その他双子であることをうまく使った、ショートコントやモノマネ芸などを得意とする。ネタの合間には、はい、キュッキュッキュッと二人で窓吹きをするような仕草でブリッジを入れる。爆笑問題の爆点の爆点芸人コーナーでは、 たったの2秒しかネタを披露できなかったというエピソードがある。以前はライブドアマイ社長の堀江高文のモノマネをネタとして使っていたが、堀江が証券取引法違反の疑いで逮捕されたことを受けて今後このネタを封印すると宣言した。以降、同じ双子の芸能人であるおすぎとピーコのモノマネでの漫才披露を主としている。最近では、 以下の同時ツッコミや一発ギャグがある。他の双子タレントも真似をすることがある。ちなみに、これらのネタをする際は兄拓也が合図をするため、微妙にずれることがある。合図を出していると唯一見抜いたのが、三倉罠、かなである。現在の出演番組、編集過去の出演番組、編集過去に出演、単発出演デジタル放送推進協会から、地上デジタル それが縁で2010年度からは、d a p a のイベント、日本全国地デジで元気、における元気サポーターに任命され、アナログテレビジョン放送終了に向けての啓発活動に参加している。ありがとうございます。